のお返しよ。ちょうどよかった。今朝俺川洗うの忘れてたんだ。不潔。大っ嫌い。冗談冗談。冗談だってば。交換しない？君もヘッドン族だね。だってこれつけてるとどこにいても自分になれるんだもん。同じ曲だ。私もこれ一番好きなの。俺も。入ってないからさ、落っこつされたくないもんね。よし。小さい頃ね、うち公団住宅に住んでて、兄弟3人、4畳半一間に押し込められてたんだ。捨て犬拾ってきても飼わせてもらえなくてね。うちの近くの空き地にみかん箱で犬小屋作って、毎日餌運んであげてたの。ある朝行ってみたら、その子犬にカラスがたかってつっついてたの。ワンちゃんが大好きで犬のトリマーになったってわけか。うん、おじちゃんがペットショップやってたしね。ワンちゃんってね、人間の言ってることみんな分かっちゃうの。本当よ。ワンちゃんとバイクとヘッドホンが大好きな女の子とかけて、その心は？ソフトクリームも大好き。この壁いっぱいに絵描いてみたいな。俺の色でこの街進めてみたいんだ。やってみたらいいのに。だってアタックしてみたら、もしも当選したらね、私が手伝ってあげる。
君が？うん。だって私元ペンキ屋の娘なんだもん。本当？うん。今はうち食堂だけどね。新しいお父さんが板前さんなの。何にもしなかったらこの町だって今まで通りだと思うよ。俺応募してみるぞ。いよいよ親父たちに宣戦布告だ。